ファビウス・コンスタブルはイタリアの作曲家でハープ奏者。ケルティック・ハープ・オーケストラの創立者でイタリアを中心に世界各地で数多くの公演を行っており来日公演も数多く行っている。ファビウス・コンスタブルはイタリアのコモで生まれる。4歳の時、ミラノ・アカデミー、ジー・ベルディにてピアノ演奏を学び始めミラノ音楽院を卒業する。アイルランド。 ブルターニュにて、ハープ奏者のミルドフィン、エウロン、その他多くのハープ奏者より、演奏技術を習得した。ローマコンサートホール、ミラーの大聖堂、ダブリントリニティカレッジ、ミュンヘンイパトリックパレード、ナポリオン学院をはじめ、ヨーロッパ全土、アジア、日本、世界各地で公演している。2016年時点までに、ヨーロッパアジア各国での公演数は500回を超える。 イタリア国営テレビライ、スイステレビ放送ツイー、中国国営テレビ、CCTV3、NHK などの多くのメディアより取材を受け続けている。2002年にケルティックハープのオーケストラケルティックハープ、オーケストラを創設し、ディレクターを務める。24機のケルティックハープに加えて、フィドル、チェロ、スコティッシュパイプ、ドラム、ギター、そしてコーラスで構成されている。 アルバムザミストは12万枚を超えるセールスを記録した。2011年の東日本大震災直後にイタリアより単身来日。東北、岩手、宮城、福島の被災地、避難所で23のコンサートを開催した。欧米の音楽家で最初に被災地に入り、演奏による慰問を行った。アンドレア・ボチェッリなど多くの世界的アーティストと共演を重ねている。 2012年、ボローニャ大学における、日本の建築家、安藤忠雄の講演、講義において、作曲と演奏を務める。2013年、事前活動と音楽の芸術性を認められ、イタリア大統領、ジョルジョ・ナポリターノより勲章を授与された。2019年、イタリア共和国より、国家的な称号、騎士のカバリアリーを授与された。2020年より、 リターン・ニネーチャーという音楽活動により、地球に緑を増やす活動を行っており、イタリアや世界各地で植林が行われている。演奏家として、作曲家として、また音楽プロデューサーとして、世界的に活躍を続けている。コンサートも数多く催されている。ありがとうございます。